おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は PSVR2 のお話と他気になるニュースを確認していこう。PSVR2 か。完全に存在自体忘れていたわ。ぶっちゃけるとそうなるよな。とはいえ、まだ今年2月に発売されたデバイスではあるからな。まだ、半年ほどしか経ってねえのかよ。今年は他にもゲームでいろんな展開があるから。宇宙の法則が乱れてるんじゃね？そんなよくわからん例えをした作品のお話もあるぞ。マジかよ。とにかくしっかり見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずソニーストアにて PSVR2 は、9月5日から18日まで定価より5000円オフでセールを実施中だ。価格としてはこんな感じとなるな。本体単体なら7万円をようやく切るということね。それでも、PS5 本体より高いはやっぱり厳しい。スペックで見れば、サワーレド単体で動くメタクエスト2がこの価格よ。しかも PSVR2 でないと遊べない独占タイトルが豊富にあるわけでもない。まあ、そのあたりは考述していこう。霊夢の言ったあたりが現時点で存在感がない要因とはなろう。もっと言いたいことはあるぞ。まあ、もうちょい事実を確認していこう。もともと公式よりセールになる前から、大手家電量販店などでは値下げもあった。それって確実に売れてないってことになるわね。中古相場というのもさらっと確認していこう。中古品とはなるが、1回だけ使用したなどの備品で5万円以下での出品もある。成立している取引だと4万円前半ぐらいになるわね。この価格ぐらいになると、メタクエスト2と同じように検討できるからな。にしても PS5 を所有している層にしかアピールできないのがね。PS プラットフォーム限定とすることでのコストカットや技術とコスパの良さはあったにせよ。発売前から言われていたことだが、中途半端なものであることは否めんな。とはいえ、ローンチタイトルの評価は悪くない。グランツーリスモもホライゾンも実際にプレイしたら楽しいだろうな。7月に発売となった PSVR2 独占タイトルであるシナプスは7月のランキングでトップとなっている。本作は敵の心の中に入り込み、精神を攻撃するスパイの活躍を書く VR アクションシューターだな。モーションコントロールとアイトラッキングによる照準操作に対応し、プレイヤーはハンドガン風の銃器とテレキネシスを駆使した独自の戦闘スタイルで、精神世界に立ちはだかる敵を倒していく。この手のゲームは VR あるあるで体験しないと凄さがわからないやつ。そして、独占タイトルではないが FPS ゲームとして歴史もあるクロスファイアの VR 版も、8月29日に全世界で同時発売となっている。FPS ゲームだとプレイ人口も重要になってくるわね。結局、ここも PS5 とセットになるからご新規さんにリーチしにくい。そのスペックとコスパをアピールできればなんだが、個人的見解となるが、VR ゲームはまだやり込むって段階に至ってないと思う。私もそこまで酔うタイプじゃないけど、VR ゲームを長時間プレイは無理だろうな。あくまで体験を提供することとなろう。そうなると定期的な新作ソフトのリリースが重要になる。動画視聴などでは DMM には対応しているが、他の動画配信サービスでの独自の VR 視聴対応はない。ここは SIE が動画配信サービスとちゃんと連携せなあかんところやな。あくまでゲームデバイスとの矜持を持つなら、ゲームは出し続ける必要がある。サードパーティーが現時点で勝手にプラットフォームを盛り上げてくれるフェーズでもない以上、大元の PS5 ですら、似通った状況になっている。あんまり期待はしてないけど、こっちもやる気出さないと終わりということね。厳しく言うならな。もうプライド金繰り捨てて、マイクラの VR を SIE が全力支援とかでいいんじゃね？ゲーム業界全体に大きな影響があるとすればこれよ。非現実なお話だが、夢はあるやつだな。そして、もう一つの課題として、発売前は盛り上がることで別のアプローチもあるのか？と考えていたメタバース展開なんだが、ゲーム機以外からコンテンツが作成できるモッドのようなものは PS としては厳しく制限している。ゲームだとチートやトラブルもあるから制限しているんじゃないの。メタバース空間においては親和性が高いからな。VR チャットなども徐々にユーザー数は増えているしな。仮想空間に入って、挨拶するだけってのも気軽ではあるな。コミュニティが持つ力を舐めてはいけない。こういう現時点であるメタバース空間に PSVR2 が制限から対応する可能性は低い。ならば、独自で。って話だけど。その期待は PSVR2 の販売自体が振るわない以上期待薄だな。八方塞がりやないか。作
さらに現時点で PC でのロングセラータイトルであるスカイリム VR やフォールアウト4 VR はマイクロソフト擁するベセスダのタイトル。ゲハ戦争も絡んでくるか。当然今さら移植もないだろうし、今後あるかもな看板 IP の VR タイトルもわざわざ PSVR2 に対応する可能性はほぼない。悪い条件だらけやな。2022年の経営方針説明会ではソニーの会長兼 CEO の吉田氏が仮想空間に入り込むためのキーデバイスって言ってたから、もうちょい本気度は感じれると思ってた。そういうのはよう覚えとるな。 PS プラスのサービス拡充もこの頃、まだ昨年の話とは信じられん。 SIE 社長であるジム・ライアン氏もプレイステーションは常にイノベーションによる進化を遂げている、イノベーションに対するコミットメントを具体化した最新の取り組みが PSVR2 と同時期に説明しておられる。技術力は評価するけど、もうちょいユーザーの視点でいろいろ考えてくれねえかな。悪いお話ばかりしているが、ラストオブアスのドラマ化は好評で今後も制作は続くようだし、ラスアスは今後ゲームのストーリーそのまま実現するのは危険だけどね。それにすでに北米で公開されているグランツーリスモについては、シャドウはハリーポッター超えを果たす興行収入となっている。日本での公開は9月15日の予定だ。なんだかんだ言っても、まだ強く訴求できる IP は多く抱えているので、ソニーが掲げている IP 活用進化による価値最大化が順調に進むならワンチャンある。ワクワクさせてほしいものです。まだ PSVR2 は登場してまだ半年ほどしか経っていない。期待したユーザーを満足させながら新規ユーザーを増やしてほしいものだ。発売当初、マリサが期待した推進し向けコンテンツでは無理と分かったしね。時代を見誤ったな。ファンザには対応しとるが、今の時代その手のコンテンツはもっと安価でいろいろあるしな。どっちにしろ、2023年は VR 元年ではなかったな。今後、小型化、軽量化やさらにを求めやすくなる可能性には期待しよう。さっきのマイクラの VR 対応は無理としても、SIE ファーストタイトルは完全 VR でなくても、シネマティックにプレイできるぐらいにはしてほしい。今回、あんまり霊夢が切れなかったので進行はスムーズだったぞ。PS5 自体と違ってまだ愛着すらないからね。もうちょい存在を認知させてくださいな。何度も言うとるが、一番怖いのは無関心という点では PSVR2 はそういう位置取りにあるかもな。とはいえ、PS 陣営的にも新情報などがあるであろうタイミングだし、期待はしておこう。さて、人口も続いたので朗報を続けてみていこう。オートマトンの記事を引用するが、デベロッパーのフューチャーラボとスクウェア、エニックスは9月2日に、高圧洗浄シミュレーションゲーム、パワーウォッシュシミュレーターのパネルディスカッションを実施。この中で本作の売り上げが700万本を突破していることや、他社 IP とのコラボなどについて語られている。そういや、この作品はスクウェアにも関わっているのね。スチームユーザーレビューも非常に好評。加えて、本作の平均プレイ時間が45時間以上。実況配信での本作の視聴時間が累計2000万時間以上に上ることも紹介されている。この作品は当チャンネルでも紹介しているので、よかったらよろしくお願いします。高圧洗浄機で洗うことの楽しさ、気持ちよさに全振りした作品。この作品の実況配信は、攻略を見るというよりは、配信者様のトークとかを作業用に流していることが私は多いわね。まあ、作品の認知には大いに貢献しているだろう。以前にファイナルファンタジー7やトゥームレイダーなどのコラボも注目されたが、先日、映画、バックトゥーザフューチャー、シリーズとのコラボも決定している。キャラ出さんでいいから、コラボのハードル自体は低いよな。他のゲーム作品だと、フォールアウト、や、ゼルダの伝説、などもユーザーからコラボ希望があったし、ガンダム、を希望する回答者も多かったようだな。いいねえ。私もガンダム洗いたい。本作の人気ぶりから今後のコラボ展開も非常に注目とはなるな。お次もスクエニ作品。ほうほう。過去の6までの歴代ファイナルファンタジーシリーズが楽しめる。ファイナルファンタジーピクセルリマスターシリーズが、世界累計販売本数が300万本を突破したことを発表されている。私も PS、スイッチ版と家庭用ゲーム機で出たタイミングで購入しましたよ。パッケージ版は特装版だったので数字としては微妙だが、PS、スイッチともにダウンロードランキングには結構長いこと上位にいたからな。こちらが追い風になったと言えるだろう。家庭用ゲーム基盤の修正が圧倒的なんだよな。特に5、6ではやり込みがはかどるのよ。
今でも初見で普通に楽しいのでおすすめです。現行機で気軽に遊べるのはありがたいな。ただ、やや苦言もあり。スマホ版、Steam 版を先に購入した人にも、アップで対応などしていただければ幸いです。特に売り上げ順調ならなおのことです。Steam のユーザーレビューでも、基本高評価なのに。PS、Switch 版よりバージョン古いことで酷評はされているからな。しっかり対応してほしいものです。最後にこれも霊夢が興奮しそうなニュースだ。なになに？昨年リリースとなり大いに注目を集めた猫が主人公のアドベンチャーゲームのストレイがアニメ映画化されるようだな。おお、これは大注目ね。ゲーム本編でも猫の作り込みは半端なかった。アニメでもそこの表現とサイバーパンクな世界観はしっかり表現してほしいわね。他のパブリッシャーの作品も複数のプロジェクトが進行中とのことだが、ストレイが選ばれたのは第一に人気が高いからとしており、インディー作品ながら、2022年ゲームオブザイヤーノミネート作品。ゲームとそのプレイヤーたちに敬意を払いながら、ゲームを映画としての長尺のストーリーテリングに翻案していくことに重点を置くとのことだ。楽しみが一つ増えました。こちらの情報もアンテナ張っておこう。さて、動画投稿日にはベセスダの期待の新作となるスターフィールドの発売日。いよいよ我が家の PC にも迎え入れることとなるわね。決してハイスペックとは言えない PC でどう動くかなど、どちらかといえば初心者向けに情報をお伝えしていく予定なのでよろしくだ。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。つい、日曜日に定期更新しているので、今後ともよろしくなんだぜ。